はい、こんにちは。今日はですね、このコンソメキューブを使ってね、ニンニクかきたまスープを作りますよ。材料はこちらです。まずニンニクを薄く切ります。ミニトマトは小さく切って、パセリは粗いみじん切りにします。卵はよく混ぜておきますよ。まず鍋にお湯を沸かして、固形のコンソメとニンニクを加えて沸騰させます。火を止めてこのまま5分ぐらい置いて、ニンニクの香りを移します。再度沸騰させて、トマトとパセリを加えて一煮立ちさせます。そしたら箸で渦を作ります。上から垂直に卵を垂らしますよ。綺麗ですね。食欲が湧いてきますよね。さあ、容器に注ぎましょう。最後にごま油を垂らして中華風にします。オリーブオイルなら洋風になりますよ。何か汁物欲しいなと思った時は最高ですよ。体もポカポカになって栄養満点ですね。ボナペティ。